出てくるんじゃないですかね。はい、捉えました森、ライト前ヒット、ツーアウトランナー一塁。さすがは森というバッティングです。一塁線抜けていった、打った森は一塁を回ったところでちょっとバランスを崩しましたが、悠々と二塁へツーベース、ノーアウトランナー二塁。よくバットが触れている森、ここもうまく合わせています。少し高かったですかね。はい、強い打球、一二塁間、一塁ランナーの源田は一気に三塁まで行きます。森今日3打数3安打、当たっています。なおもピンチの岩下から落としてきましたが、それを拾った森、藤原どうだ、取ったのか、いやいや、バウンドしていたようです、うん、ダイレクトキャッチではなかったようです。ツーボールツーストライクとなって、これもファール。これもファールです。これもファールです。佐藤は内に寄る速い球でいきますが、これもファール。打った、今日5本目のヒット、5打数5安打です。いや、恐れ入りました。さすがは森というバッティング。いや、何かMVP を取った2019年を思い出します。まあ本当ですね。はい。